皆さん、こんにちは。国民民主党参議院議員の河井隆則です。1月17日、第208回通常国会が開会をしました。昨年6月16日に通常国会が閉会してから7ヶ月を経て、ようやく本格的な委員会審議が再開いたします。岸田内閣が今国会に提出を予定している法案数は58本と、 例年よりかなり少なくなっています。これは7月に控えた参議院議員通常選挙に向けて、与野党の意見対立が予想される重要法案の提出を先送りすることで、穏やかな国会運営を演出しようとする思惑があるとも指摘されていますが、これが事実であれば言語道断であります。さて、今国会の当面の課題は、 急速に感染拡大するオミクロン株への対応とコロナ禍の中で社会経済活動を動かしていくための対策樹立にあります。すでに国民民主党では具体的なコロナ第6波対策を取りまとめた緊急提言を岸田総理に施行しています。その内容については次回ご紹介したいと思います。合わせて、トンガへの緊急支援についての要請書を岸田総理に手渡しました。 1>, 1月15日に発生した南太平洋トンガ沖での海底火山の大噴火によって、日本にまで津波が押し寄せる事態となりましたが、通信障害のため、いまだ現地の状況がよくわかっておりません。しかし、噴火の規模から現地で水や食料、医薬品などの物資が不足していることは想像に難くなく、日本としても直ちに 救援、支援に向けて物資の運搬や復旧支援の体制を整えて行動に移すべきと考えております。要請書を手渡した時点では、岸田総理はトンガ支援の必要性についてあまり認識していなかった様子でありましたが、国民民主党からの指摘を受けて、政府部内での対応を検討することをお約束していただきました。今後の政府の対応について、しっかりとチェックしてまいりたいと思います。 国民民主党は今国会でも対決より解決の姿勢を貫き、国民の生活に資する建設的な政策提言活動を行ってまいります。皆様には本年も国民民主党への応援をお願いいたします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。